男性タイプみたいな言い方するけど、好きなゴルフ場のタイプは、今日もですね、実はちょっと公開収録という形で皆さんの前でやらせていただいてるんで、難しい、気恥ずかしいなって恥ずかしいですけど、やっていきます。前回、全国の行ってよかったゴルフ場シリーズを撮らせていただいて、でその後に関西をやったんですけど、今日は千葉県縛りでやっていきたいと思います。千葉県は全国で、3番目にゴルフ場が多い県なんですよ。確か2番目だったかな。どこでしょう、ゴルフ場が一番多い県、都道府県で、正解、北海道なんですよ。やっぱ土地のだけあるっていうね、さすがに一番多くて、で2番が兵庫と千葉が2位か3位か3位なんですけど、まあ、そんな感じ、いっぱいゴルフ場あって、こんなにもう18年くらいゴルフやってるのに、この間やっぱ初めて行くゴルフ場連続だったりとか、千葉県でもうどんだけゴルフ場あるんだろうってぐらいいっぱいあるんですけど、今日は千葉県で私の好きなおすすめゴルフ場を紹介していきたいと思います。で全国で行ってよかったゴルフ場の時に、本当にそれはメンバーシップのコースばかりだぞという厳しいお言葉をいただきまして、いや本当そうだなと思って、今日気を改めて皆さんでも取れる、私でも取れるゴルフ場を紹介していきたいと思いますけど、多分なんで取れなかったら本当にごめんなさいけど紹介していきます。はい、まずどこから行こうかな。え、じゃあ、いや、これ順位とかじゃないから、1つ目、キングフィールズカントリークラブさん。ここは本当にご飯が美味しい、コースも超いい、出だしからもう打ち下ろしのこう壮大な感じで、アウトと言ってバーって広くて、でコースも割と広めかな、ですごく綺麗なコースなんですけど、中華が有名で、ピンそばっていう焼きそばとか、あんかけチャーハンとかめっちゃ美味しいです。それ食べに行くも同然なぐらい大好きなゴルフ場です。で次、太平洋クラブ八千代コースです。今日は太平洋クラブ八千代コースに来ております。めっちゃ天気も良くてコースも綺麗、すっごい綺麗。うん、綺麗。はい、でここはみんなスループレーでやっていて、で今日私たちはその電動、後でお見せしますけど、電動カートを使ってプレイするので、はい、では行ってみましょう。太平洋クラブってもしかしたら取れる、取れるとのことです。はい、でここは多分2年ぐらい前に改装が全部終わって、でコースはそんなに変わってないんですけど、クラブハウスがもうねめっちゃ綺麗、新しくなっていい感じなんですけど、ここもご飯が美味しい中華ご飯、いやマジご飯めっちゃ大事じゃない、本当だってゴルフ場コースも大事、ご飯も大事、付加価値でしょ、めっちゃ大事なんで、しかもなんか東京の萌え木っていう有名なレストランがやってるみたいで、ここも大好きです。しかも都心からすごい近いんで、スループレーだし、なんかいいですよね、そういう時間、時短みたいな感じです。はい、次、PGM 創生ゴルフクラブ、カントリークラブかな。でこれね、この間結構有名なゴルフ場だと思うんですけど、 PGM さんだし初めて行ったんですよ。そしたらもうめっちゃいい感じのゴルフ場 でコースはどっちかというと接待コースポイントは割とこう平らで広め、そんなに難しいって感じではないんですけど、すごくなんか雰囲気も静かな感じ、ちょっと落ち着いてて、クラブハウスもすごい綺麗だし、あ、いいコースだなって思いました。はい、次、成田ゴルフクラブさん。これはね、みんな好きだよね、きっといいよ、うなぎが美味しい、めっちゃ本当にめっちゃ本当にちょっと高いけど、うなぎ食べる価値あるくらい美味しくて、コースはちょっとところどころ難しいかな、でもグリーンもいつもいいし、練習環境もすごくいいはずです。確か今はやってるかわかんないけど、日によっては芝から打てたり、その前にアプローチ練習場が広くて、そういう行ったついでにいっぱい練習しても帰れるコースだし、すごくおすすめのコースです。しかもね、すごいのが、最初行ってびっくりしたのが、こう受付するじゃん、行って朝受付するとき、椅子がね、こういう椅子なの、一人一人こうやって椅子に座ってこうやって2個あって、
ちゃんとした格好でいかなきゃって思うけど、うん、いう感じです。はい、次はいつも YouTube でもお世話になっている南茂原カントリークラブさんです。はい、皆さんこんにちは。今日は南茂原カントリークラブさんに来ております。見ての通りラウンド対決をしているんですけど、今日は念願のコラボということで、今日のコラボ相手に来てもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと念願叶いました。はい、叶いました。堀川みくむプロです。堀川みくむです。よろしくお願いします。このコース本当に良くて、あのでもコスパもいいですよね。他に比べるとすごい高いってわけじゃないんですけど、結構前からよく売ってるんですけど、グリーンの仕上がりがいつも良くて、あのクラブハウスの前の富士ある感じとかも結構好きです。でまたちょっと難しいんですけど、まあ、それも練習になるんでありがたく、はい、ご飯も美味しかったです。はい、で次はなんかもう千葉にゴルフ行きすぎて、いろいろありすぎてちょっと浮かんでなくて、ちょっと皆さん、私は割と好きなゴルフ場のタイプとしては、好きな男性のタイプみたいな言い方するけど、好きなゴルフ場のタイプは平らで、で、林間で、っていうコースが、結構林間コースで平らな感じのコースが好きなんですよ。どこあったかな？あ、あとね、あの試合、アースモンダミンカップやってるクミアヒルズさんもめっちゃ好きです。そこも、あのね、接待コースみたいな感じなんですけど、最初回った時、何年前だろう？結構昔ですけど、回った時、え、このコースめっちゃ簡単だなって思ったんですよ。何もなくて。そこから回るたびに、なんか知れば知るほど難しくて林行っちゃったりとかして、なんか意外と難しいなって思うんですけど、まあ、セッティングもすごく綺麗だし、スタンコースの一つです。ご飯美味しいです。これご飯美味しいゴルフ場ランキングになってない？なってますね。でそれ大事、めっちゃ大事だと思うんだよね。大事ですよね。ね、そう、あともう一つ、あのブリストルヒールゴルフクラブさんもご飯めっちゃ美味しい。今日はそのラウンドで、まあ、さっきもやったんですけど、はい、3人でねやっていこうと思うんですけど、まあ、茨城だからね。そうそう、俺も6年は中高茨城なんで、ね、ああパッチはもう生まれも育ちもネイティブなんで、ネイティブだもんね。北田がね、北田からもコテコテだった。ナイス、よかった。ナイス、あぶねあぶね。コースはね、あのね、確かに分かる、難しい。それは本当に分かる、皆さんの気持ちは。あのさ、最初の3ホールぐらいがやばいんですよね。あれを乗り越えたら割と良い時間が待ってるんですけど。そうです、あと反対側も割と大丈夫だけど、ちょっとあそこのイメージが強すぎて難しいけど、意外と女性受けもいいんかなって思う。女子でも行きやすいし、こう割とフランクに行けるんで、直近の予定とかだったらすごく行きやすい、取りやすいかなって思いますし、あとね、朝の卵かけご飯が美味しいんだよね。なんか400円ぐらいで卵かけご飯、しかも卵2個もらえるんだよ。よくない？超安いし、しかも美味しい。多分卵かけご飯醤油もあるし、いいよ。で、なんかお昼も超美味しい。AW キッチンかなんかで、ちょっとイタリアン風、でも和食もあったけど、ご飯美味しいし、クラブハウスおしゃれだし、結構いいかも。すごく好きなゴルフ場です。はい、こんな感じでどうですかね。皆さん、あのご飯美味しいゴルフ場教えてください。コメント欄に、はい、ご飯美味しいゴルフ場と千葉のいいゴルフ場おすすめあったら教えてください。私はまだ行ってないところね、多分あると思うんで。ぜひぜひいろいろ教えていただけたらなと思います。あとご飯おいしいゴルフ場は千葉に限らず教えてください。どこでもいいんで。あ、ちなみに他で言うと、あの東津港とか茨城だと美味しいですよね。めっちゃうなついてる。美味しいですよね、本当に。っていう感じで今度茨城とかも紹介していくので、お楽しみにしていてください。というわけで、この辺で終わりにします。チャンネル登録といいねボタンとコメントの方をよろしくお願いします。バイバイ。ご飯美味しかったかな。ご飯美味しかった。これ使えないんだよ。ご飯も美味しかったです。はい、で次はあれ、何個言うとしたことあったみたいな、なんだっけ、カメリアじゃない。
いいよ。あれ一個飛ばした。今何？まだ5分？やば。